はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。はい、というわけで、今アサルト対策ダンジョンとマイティ降臨の2つがありますが、マイティ降臨というのを見たことがないんで、これをやりたいと思います。なんだろう、なんだこれ、マイティ降臨ということで、なんかいろいろマイティなものがあるみたいなんで、マイティの上じゃないや、やっていきましょう。まずミッション確認、文句をクリア、加えないといけません。そこで文句を、サラマンダーさん。でも、ハイさんの方が強そうですね。ね、狙えてる感じがする。気合だというわけで。これだけで11万はダメージ与えられるんですから、強力ですね。さあ、ボスです。まあ、必ず攻撃していますね。なるほど、このタイミングで攻撃した方がいいみたいな感じですね。すごいな。こちらの行動に対し反応するって、同じような行動を取るってことなんでしょうか。とりあえず倒しておきました。でもなかなか最初からうまくいかない感じはありますね。はい、コンプリートです。さらに、今度は忍者を加えないといけません。忍者、スラッシュさん。おっと、忍者の音です。倒しました。自分は攻撃していきましょう。ここで攻撃に移ります。防御しなくても同じみたい。
構なダメージを与えますね。おっと、防御をしないといけない。ここで防御解除。あんまりダメージ与えられてないが、さあ逆襲です。反応するときとそうじゃないときあるみたいですね。おっと、闇属性にダメージを与えないといけないのか。また文句です。さあボスですよ。やばい。こっちが集中的に会えてる。なかなか強いですね。なんとか倒しましたが、結構苦戦している。一応クリアはしましたね。
ユアビリティがないけど、補充アビリティがないみたいですね。マグネスウェポン、なんかいろいろあるみたいです。ウサギはただいるだけですね、どうやら。ちょっとこれ物語進めていくか。クエストスというかあれを進めるより物語を進めた方がいいのかもしれない。というわけで、フロストランドを次回やっていきたいと思います。はい、今ゲーム動画で行こうではチャンネル登録を募集しております。よろしければこちらタイトルを右側にありますチャンネル登録の登録者数のボタンを押していただいてチャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、またですね、説明欄に、ブログやツイッターのアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後に関連動画プレイリストを最後20秒に流します。もしお時間ありましたらそちらの方もアクセスしていただければ嬉しく思います。はい、これだけをプレイして終わりたいと思います。あっさりクリアですね。はい、ゲーム動画で行こうでした。